タイに住んでて、日本食食いたいよね、恋しいよねっていう時に、一つジャンルとしてカレーライスがございますわね。その時に、どうカレーを食べたら、食べに行くのか自炊するのか、まあ、いろんな選択肢がある中で、どうやったらエミヤの経験上ね、満足度高いのかなってのをパパッと説明させてます。こちらマクロ日本食材コーナーにやってまいりまして、お醤油があったりね、朝日醤油さんね、で、唐辛子があったりいろいろある中で、カレールーのコーナーに来ます。で、ゴールデン、カリ、とろけるカレー、バーモントカレーいろいろある中で、エミヤはこのジャワカレーの1キロこれがね、こちらについてちょっと語らせてもらいます。日本食恋しいよな。でも円も安いし、カレー食いに行くと日本より高くついちゃったりするな。スキヤとかあの辺で食うと300円ぐらいで食えたりしたよね、昔はね。でもタイでカレー食うとそこそこします。その時にお店で食べてもいいんだけど、でもね、実のところ自分で作った方が満足度は高いんだぞということを、ちょっとこちらでね、このジャワカレーがこれ1キロでしょ、これね、無駄なしまかない道場のあの小田原のおっちゃんがこれが一番うめえぞって言っていたし、エミヤもそう思う。この1キロでだいたい50人ぐらい、40人ぐらい作れるわけだ。で、345バーツだから、一人頭、カレールーのコストだけで言うと、まあ、10バーツしないよね。まあ、安いよね。それに、野菜を入れて、まあ、水入れて、あれを溶かすだけで十分カレーになるわけね。その時に、まあ、日本人だったら、じゃがいもと人参と玉ねぎを入れるでしょ。ね。で、いろいろやった結果、じゃがいもいらねえなっていう結論にエミヤマ達した。じゃがいもあってもなくても肝心要な心の奥に触れてくるのは結局は人参と玉ねぎなんだなっていうことに、長い経験から至ったわけだから、もうじゃがいもは省いちゃっていい。で、玉ねぎはまあスライスしてもみじん切りでもいいんだけど、エミヤの場合はみじん切りにする。で、人参は一番手っ取り早いのはすりおろしちゃう。あのね、切るとね、切んない方がいい。なんかね、失敗が増える、そこですりおろしちゃって、まず玉ねぎをフライパンで油と一緒に、飴色になるまで、炒めますと。その後にすりおろした人参を入れて、そしてまたしばらく焼く。そして水を入れる、まあ、肉も入れていいんだよ。肉入れなくてもいいんだけど、まあ、肉入れたとしても入れなくてもどっちもいいんだけど、まあ、水入れる。そうするとよく玉ねぎと人参を炒めておいたら、水が、ね、透明な水を入れた時点で水が茶色く飴色に濁りますから、そこで飴色に濁っていたら水がね、そしたらもう大体こう成功したなと思ってもらって大丈夫で、でそしたらカレーのルー、さっきのジャワカレーのルーを入れるんだけど、水とカレールーの比率は大体1対6から1対7。カレールー 100g に対して、水は 600cc から 700cc ぐらいを目安に入れる。そしてルーを溶かして、沸騰させる。もうそれだけで十分なんだね。つってもっといろいろ手加えたくなるよね。なるよね。自分のお好みの味にしたくなるよね。でもそれはもう工場が何千回とやってくれてるんだね。で、そこで大切なのは、ここで言いたいのが、自分好みのカレーにしない、そういう心の強さを持ってもらいたいというのが、こちらの動画の、ね、最も言いたいところ、最も言いたいところで、うん、カレーの一番良くないところは、ね、母の味と結びついちゃってでしょ？ね、お母さん、ね、お母さんの味とカレーが結びついてしまっていて、その家独特の味があるわけじゃんね。うちのね、エミヤのところで言うと、うちの母親はお金を節約してちくわを入れちゃうんだね。そうするとちくわっぽい味になって、なんか魚介っぽい味になるんだよ。なんかね、
なんかまずいな。多分今食ったら、今あのちくわのカレーを母のそのまんま食ったら、多分すげえ、感動する昔のことを思い出して泣くかもしれん。でもね、ここでエミアンが、よし、じゃあ母をね、忍んで、ちくわ買ってきてね、入れると、ここでそれやっちゃうと意外に遠い。うん、母親は、他にも入れてるぞっていうね、その時になんかちげえなーっていう、そのなんか違う感が邪魔しちゃうんだよね。そんなことになるぐらいなら、もうスーパーデフォルト、もう食材は4つ、水とルーと玉ねぎと人参、その4つだけでやると、で、なんつんだろうな、なんつんだろうな、難しいんだけど、何、体にはさね、経絡飛行はたくさんあるんだけど、その中でもこの飛行を押すと死にますみたいな、その一番大切なところをこれがついてくれるんだよね。で、ちょっと表現難しいんだけど、その母親に似てる人連れてこられましたよっつって、この人あなたのお母さんに似てますよねって言われて紹介されると、まあ、確かに似てるけどちげえけどなっていう風になるじゃん。ね、エミヤ、エミヤ、エミヤのお母さんそっくりな人いるよって、誰誰って、この人ですって言われると、まあ、ちげえけどなーって、違うとこばっか目立っちゃうじゃんね。でも街中で、後ろ姿が、なんか母親っぽい、ね、見間違えてしまった。で、回り込んで顔見たら母じゃないんだけど、でもなんか母みたいだったっていう時に、なんかそこでこう、得れる母親への、その、感情たるや、なんだろうな。それとカレー似てるんだよ。似すぎよう、あ、じゃあ、似させようと思うと、逆に遠ざかってしまって、ほんのわずかな要素だけが、重要で、昔食ったよなぁ、つって。で、その一番中心となる要素だけが凝縮されてるのが、このジャワカレーの業務用なのよ。ここ分かってほしい。ね、ちょっと説明難しくて、何言ってんだお前ってなっちゃうけど、このね、ジャワカレーの業務用ってのは、辛さにお好みないわけよ、ね、でこちらもジャワカレーありますよ、ね、ジャワカレーこれ小さいでしょ、だからホットとか辛口とか甘口とかやってくるじゃん、これは何多様性なんだよ。でこっちはもっと逆、もっと、ね、裏側の多様性で、これスーパーデフォルトだからねつって、ね、もうね、この先はまあ自分でやれよ。でも、ここまでは絶対共通してるよね。超抽象度高いわけよ。ね。これで、この味を一切邪魔せずに、作ったカレーを食った時に、間違いなく母親を思い出すから。もしくは父親でもいい。うちの母親死にましたけど、ね、それはごめんなさい。ね。そういう人には、ごめんなさい。父親で十分なんですけど。ね、で、ここで、うちなら人参じゃんけん。ちくわとかね、母親なんか入れてたよねとかってやっちゃうと逆に遠ざかっちゃいますよっていう、ね、で結局我々は母国日本、母親の国日本、ね、要はあのカレーでどうやって母親を思い出せばいいのかなっていうと、母親のオリジナリティじゃなしに、ね、もうカレーの、そのカレーの超ね、抽象度一番ね、一番情報量の少ないところで作られた、カレールー、このジャワカレーでやってみてください。で、ジャガイモは邪魔する。玉ねぎと人参、肉入れてもいいけどねって。いいけど、うちは鶏肉入ってたからな、逆にそういう時に鶏肉入れちゃうと、うん、うちで入ってた鶏肉とちょっと違うな、つって、そこで、ちょっとこう、ね、違いが出ちゃうから、なんならただ母親を思い出したいだけなら肉も入れなくていいぐらい、ね、ちょっと難しいこと言ってる、すげえ高度なこと言ってるのね、これ業務用だって、ハウスすごい分かってる、この業務用で辛さないわけよ、もうこれってもう一番こう要素の凝縮された、もうこれ以上簡単にはできませんっていう、そこが逆に自分たちの起爆剤となって母親を思い出すから、ね、その時にたった10バーツ20バーツとか30バーツのコストで、強烈な満足感を得るから、ね、それだけはこの動画で、理解してもらえたらいいのかな、ね、おいおい何お前熱弁してんのと、
ね、いやこれマジでそうだから。で塩入れとか醤油入れとかソース入れとか、それはもう後でやって、一口目はもうこれだけ、これだけ、なんかちょっと薄くない、じゃあこれをもうちょっと入れろよ、濃くしろよ。だいたいね水1に対してこれ6で十分、はい、I love you 中南です。